エルンテブリュックは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ベェストファーレン州、アルンスベルク行政管区のジリゲンビトゲンシュタイン群の町村である。エルンテブリュックの中心街は、ロタール山地の南部、ベンフェー川が南西から流れてきたエーダー川上流に合流する地点に面している。南部のエプシュロー山が町内の最高峰である。中心街の北の尾根に位置する。 ハッヒエンベルカ兵舎にはかつて空軍技術学校があった。エルンテブリュックは北東から時計回りにバートベルレブルク、バートランスフェ、ネトフェン、ヒルヒエンバッハ、キルヒフンデムと境を接している。エルンテブリュックの地区図、エルンテブリュック町は9つの地区からなる。高度500メートルトロタール山地の南西端に位置する地理的条件のために、エルンテブリュックはかなり変動しやすく、 寒い気候である。特に晴れた風のない夜には、エイダータール上流域の気温は大きく低下する。2009年から2010年にかけての冬季だけで、低、摂氏20度以下を4回記録した。2009年1月7日の朝にはさらに低い低、摂氏24.2度を記録している。2011年から2012年にかけての冬にも低、摂氏24度まで冷え込んだ。 エーダータールでは夏にも霜が降りることがある。エルンテブリュックは最低気温の観点からノルトラインベストファー練習で最も寒い街の一つに数えられている。これとは対照的に幅の広い比較的平らな谷の形状は日差しによる気温上昇にも寄与する。年間平均気温は約摂氏6.5度である。 年間降水量はおよそ1 3 0 0ト、mm、ルから1 4 0 0ト、mm、ルで、例えば、ケルンボンチなどの2倍近い値である。エルンテブリュックは1256年に初めて文献に記録されている。この集落ははじめ、アーミンガー・ディブラガという名称であった。この集落は、騎士の所領で、後に、市場開催権と税関が設けられた。1502年頃、この村は、 アームワード・ティンブルック・ハンと呼ばれていた。この街の現在の公的表記は1732年に初めて登場するが、一貫して用いられるようになるのは19世紀半ばになってからであった。スペルの変動はあるものの、いずれの場合も、橋とアーミンという人名が織り込まれている。アーミンという名前は、ゲルマン人によく使われる名前である。 1265年から1283年にドミノス・コンラットスでアーミンガー・デブラガという人物が立ち会い人として何度か登場する。その最後はビトゲンシュタインの所領をカルデルン修道院に寄進する際の文書である。1944年から1945年にエルンテブリュックは鉄道の分岐点としてアメリカ陸軍航空軍による激しい空爆を受けた。 この攻撃により100人以上が死亡した。ノルトベストファー練習の地域再編に伴って、1975年1月1日に、バルデ、ベンフェ、ビルケフェール、ビルケルバッハ、シャメーダー、ボーメルスドルフ、ツインゼのマチソンが廃止された。これらのマチソンと、旧、アムツハウゼン及び旧ュとユンツェルの一部が、エルンテブリュックに合併した。数値は、 ノルトベストファーレーン州データ管理統計局による1987年の人口調査及びゼンスス2011に基づく各年12月31日の推計値である。1950年代半ばからエルンテブリックにはカトリックのクリストス系に非教会が組織されている。この教会は第二次世界大戦後にエルンテブリック及びその 周辺地域に流入した難民の増加により組織された。主にシュレジエンからの難民はビル・ケンベークに新しい教会が建設される1954年まで暫定的な措置で我慢しなければならなかった。1954年10月31日、クリスプスケーニヒ教会の祭壇が当時のパーダーボルン、大司教ローレンツ・ツカルディナルイエーガーによって性別された。 エルンテブリュックの4つの鐘は、1961年10月23日に、ジンディレンブルクの鐘鋳造会社リンカーによって制作された。エルンテブリュックの町議会は22議席からなる。2015年9月13日の町長選挙で、ヘンニンググローナウは51.42%の票を獲得して町長に選出された。エルンテブリックの町並み年に、 建設されたプルファーバルトスタディオオーはトゥース・エルンテブリュックのホームゲームに使用されている。世界中で4万6千件以上あるつまずきの石のうち10件がエルンテブリュックにある。この街のスポーツに関する評判版はトゥース・エルンテブリュックの男子サッカーチームである。このチームは二千十四二千十五年シーズンにレギオナルリーガ西地区に昇格したが二千十六 2017年シーズンからは、再び、オーバーリーガベストファーレンで活動している。2013年4月から、旧墓地に小さな、バラ園が設けられた。これは、純粋に個人的な試験で行われている、個人的なプロジェクトである。ここには300種類以上のバラが植えられている。郷土博物館は、旧町役場に入居しており、人形と熊の部屋や教室、 エルンテブリュック駅を含む大規模な鉄道施設が主要な展示である。エルンテブリュック駅この町は、連邦道 B62 号線と b 4 8 5号線によって、近隣市町村と結ばれている。エルンテブリュック駅は1888年に開業し、鉄道クロイツタール・ケルベ線とエルンテブリュック、バート・ベルレーブルク線との分岐駅となっている。ロタル鉄道は、 ベッツドルフ駅とバートベルレブルク駅の旅客運行が行われており、バートベルレブルクで2時間ごとに、バートラースフェーおよびビーデンコプフを経由して、マールブルクへ行くオベーレ・ラーンタール鉄道に接続する。この駅には4つのプラットフォームと1本の貨物、線見側線がある。駅は2016年7月からドイツ鉄道によって近代化がなされたが、駅舎は保存された。 プラットフォームはバリアフリーになった。1944年まではアルテンフンデムビルケルバッハ線によってアルテンフンデムまで鉄道が接続していたのだがその橋が撤退するドイツ軍部隊によっては区破された。トンネル区間は現在も残されている。2016年5月にベストファーレン南旅客近郊交通目的連合はジーゲン・ウィトゲンシュタイン軍内で3本の夜行バスを 同年12月31日まで試験運行することを発表した。試験運行の夜行バス7号線は金曜日から土曜日及び土曜日から日曜日の夜間に G ーゲン、ネトフェン、エルンテブリュック、バートベルレブルク間を運行した。この路線は需要が少なかったため運行終了となった。エルンテブリュックを以下の自転車道が通っている。 ビトゲンシュタインバイオマス熱発電所エルンテブリュックの外れにエルンテブリュッカー製鉄所の本社がある。この他の工業、産業地区は、イェーガースグルントや、シャメーダーの町域をまたぐビトゲンシュタイン工業パークがある。ここにはビトゲンシュタインバイオマス熱発電所がある。ここでは、電力5メガワット、熱30メガワットが産生されている。これには、 ペレット生産工場が隣接している。官長庁役場内には、町の行政機関の他に、ジーゲン・ウィトゲンシュタイン軍職業センターの分室、住民窓口、戸籍役場がある。連邦軍エルンテブリュックには、ハッヒエンベルカ兵舎がある。ここは、空軍の第二運用式区域の基地である。コントロールレポーティングセンター。 システム支援センター、860人の兵士の医療を担当する衛星班、航空防衛のためのタイプ GM406 回、フェーズドアレー、レーダーシステムがある。廃止されたエルンテブリュック航空演奏号も、市街地近くに残されており、現在その一部が博物館として利用されている。ジーゲナー通りの町立図書館エルンテブリュックには、幼稚園が5園と学校が2校ある。 エルンテブリュック基礎家庭学校とエルンテブリュック実家学校である。ロタールシューレという名の本家庭学校は学生数減少のために2016年7月に閉鎖され学校法上継続が許可されていない。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。